それでは見事この試合を勝利に導きましたサントリーサンバーズ背番号3番小野選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。それでは試合を終えてまずは感想一言いただけますか。やっぱり連勝してきている中でやっぱここでもストレートでアウェーの地でストレートで勝ったということはやっぱり今後にもつながるいい勝利だったと思いますし、まあ、チーム雰囲気としてもすごく最後まで集中してしっかりストレートで勝ち切れたっていうのはやっぱり、まあ、何度も言いますけどすごい大きいことだと思います。では改めて聞かせてください。まずは今日の試合個人としてはどういった試合となりましたか。やっぱり、まあ、個人的にはやっぱり今までというか、まあ、あまりいいという状態ではなかったので、まあ、そこで、まあ、今日も決して満足はしてないんですけど、まあ、そういった中で、まあ、自分のやるべきことをしっかりやるというところを意識して、まあ、今週は入りました。続いてチームとしては今日の試合いかがだったでしょう。やっぱりチームとしても、まあ、1セット目競った形になったんですけどそこをしっかり取り切って 2-3 って勢いを持って、まあ、セット取れたので、まあ、そこもチームとしてやっぱりそういう競った試合でも競った場面でも勝ち切るというところでやっぱりそこはすごい今シーズンすごい強みなのかなと思います。それでは明日もここ堺での試合ということになりますが明日の試合に向けて意気込みを聞かせていただけますか。明日もしっかり勝ってまあ、ファイナルもリーグも終盤になっているので、まあ、ファイナルに向けて、一戦一戦しっかりと戦って勝利をつかんでいきたいと思います。あと最後にもう一つ今日はコロナ禍というこの状況にもかかわらずたくさんのファンの皆さんがこの会場に駆けつけてくださいました。そんなファンの皆様に一言お願いします。本日は、会場まで足を運んでくださり、ご声援いただきありがとうございます。コロナ禍の中で、なかなか外に出るっていうところが、まあ、なかなか厳しい状況でもありますけど、まあ、こうやって足を運んでくださっている皆さんのためにも、まあ、我々コートの中でしっかりいいプレーを見せて皆さんに元気を与えられるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。次の試合での活躍も期待しています。ありがとうございました。改めましてサントリーサンバーズ背番号3番小野選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。